航空母艦随格は昇格型空母の2番艦として昭和14年1939年11月27日に進水し、1941年9月25日に竣工いたしました。前回復元した姿は竣工時の姿でしたが、今回は随格の最終形ともいえる1944年10月に行われた沿岸の岬沖海戦時の姿をご紹介いたします。この動画では数分で随格が当時どのような姿をしていたのか、そしてどのような最後を遂げたのか、ざっくりと解説する動画となっています。昇格型空母は満載排水量3万トンを超える巨艦に、搭載機数は常用72機歩揚12機という日本空母で最大規模の艦載機を搭載し、高出力の機関とバルバスバウの船体形状から発揮される速力は 34.2 ノットを誇りました。随格は日本空母の完成形であり、傑作空母と評価されています。そして随格は昭和16年の開戦以降、数々の戦いに参加し、後に連合艦隊で最も活躍した武勲艦として歴史に名を刻むことになります。さて、開戦当初目覚ましい活躍を見せる日本機動部隊の中で、昇格と随格で編成された第5航空戦隊、いわゆる五航戦は編成された時期から時間がそう経っておらず、赤城や加賀といった一航戦よりも練度が劣るものと評価されていました。そうした中、五航戦が臨んだ珊瑚海海戦では米空母のレキシントンに魚雷2発、爆弾2発を命中させて撃沈、ヨークタウンも中破させる戦果を挙げます。練度不足と言われた五航戦が連合艦隊で初めての米空母撃沈の戦果を挙げたのです。しかし昇格も爆弾を3発、さらに資金弾も受け大破してしまいます。昇格は重要部への損傷はありませんでしたが、この影響で五航戦はミッドウェー海戦には参加することはありませんでした。そして1942年6月に行われたミッドウェー海戦で、日本機動部隊の中核である赤城、加賀、蒼龍、飛龍の航空母艦4隻が沈没、精鋭部隊であった1航戦、2航戦の空母が同時に全滅するという大打撃を受けることになってしまいます。このため昇格と随格は赤城と加賀なき1航戦を受け継ぎ、以降米機動部隊と死闘を繰り広げることになるのです。そして早くも1942年10月に米機動艦隊との直接対決の機会が訪れることになります。この決戦を前に変化した昇格型の姿を見ていきましょう。画面はミッドウェーで喪失した赤城と昇格型を比較した図になりますが、昇格型に比べて赤城は降格砲が旧式であり、さらに設置された場所も悪かったため、飛行甲板を挟んで反対側に射撃することはできないという欠点を抱えていました。昇格型ではこのような欠点を改善しただけでなく、日本空母では最多の降格砲を8機を搭載していました。また防御性能も蒼龍型に比べて大幅に向上しており、飛行甲板を除いて高い降誕性を発揮したのです。またミッドウェー海戦の戦訓から、おおむね1942年7月頃にさらなる対空火力の強化が図られ、艦首に機銃座を設置し、ここに 25mm 三連装機銃と射撃式装置を増築しています。昇格型の艦橋は赤城や蒼龍といった日本空母に比べても大きな変化があったわけではありませんが、1942年の時点で防弾板が設置されており、竣工時からの違いが見られます。そしてミッドウェー海戦の直後、1942年7月頃の海装で早くも電波探信機、いわゆるレーダーが搭載されていることが確認されています。このレーダーは215電端と呼ばれるものですが、残念ながら初期の電端は性能が低く、双眼鏡の方が早く敵を見つけられたという厳しい評価も存在しています。その後215電端は改良が重ねられ、1943年4月頃から配備された215電端改2型により、おおむね開戦時のアメリカ海軍のレーダーに近い性能を獲得するに至りました。この電端は南太平洋海戦時には昇格のみに搭載され、随格への搭載は間に合いませんでしたが、これにより昇格と随格を写真で見分けることが可能となっています。さて南太平洋海戦では随格と昇格は空母ホーネットを撃沈し、エンタープライズを再び撃破するなど、ミッドウェー海戦のか滝打ちのような戦果を得るものの、昇格が再び大破、また両艦ともに艦載機の消耗も激しいものでした。そして1943年に入ると戦況の悪化から昇格と随格の航空隊は基地防衛に転用されてしまい、
満足な行動を行うことができなくなってしまいます。昇格と随格がようやく満足に行動できるようになったのは、基地航空隊と空母航空隊の編成を厳格化した1944年に入ってからで、機動部隊も新鋭空母大砲を加えてようやくその陣容を整えるに至りました。ここでは簡単ではありますが、当時の艦載機を紹介いたします。こちらは随格と昇格に搭載された新鋭の攻撃機天山です。攻撃機は主に魚雷での攻撃を担当する機体で、長大な航続距離を備えるだけでなく、速度も当時の米艦載機を超えていた高性能機でしたが、1944年6月の時点で艦隊全体での配備数は44機程度であり、遅すぎた高性能機という評価を受けることが多い機体です。そしてこちらは新鋭の爆撃機水星です。水冷エンジンである熱田を備え、発動機の信頼性は十分ではなかったものの、戦闘機を超える速度を理論上は発揮した高性能爆撃機でした。ただし整備員の負担が大きく、当時の現場からは不評だったようです。また主力戦闘機である冷戦もようやく52型となりました。52型は21型に比べると速度と火力が向上しており、対戦後半の主力戦闘機として知られています。すでに冷戦の性能は限界を迎えつつあり、後継機の存在も待たれている状況でしたが、この52型でも随格に配備されたのは昭和19年の3月を待たねばならなかったのです。こちらの爆弾を抱えている冷戦は爆戦と呼ばれる機体です。爆戦はその名の通り、戦闘機である冷戦に爆撃機の役割を与えたものです。南太平洋海戦では、開戦当初からの主力爆撃機であった救急式艦爆が大きな被害を受けたことの反省で、より性能に優れる冷戦を爆撃機として運用することで、パイロットと機体の消耗を抑える狙いがありました。マリアナ沖海戦で投入された爆戦は冷戦21型に簡易的な改装を施したもので、これにより艦載機の数の確保に成功しています。マリアナ沖海戦時では合計430機という、かつてないほどの艦載機の数を確保し、戦訓を踏まえた編成と最新鋭機を要した日本機動部隊でしたが、この海戦では全滅に近い大損害を被ってしまいます。米機動部隊は900機の艦載機を用意し、数的優勢の直縁機と早期警戒網、そして対空陣形や VT 新艦といった新兵器で圧倒。これにより、日本の機動部隊の正攻法が通用しなくなってしまったのです。この海戦では、配備されたばかりの空母大砲を喪失。さらに、姉妹艦の昇格を潜水艦からの攻撃によって失い、ここに日本機動部隊は再起不能の打撃を受けてしまいます。急激に戦況が悪化する中、1944年10月フィリピンにアメリカ軍が侵攻してくると、日本は小1号作戦を発動し、陸海軍は総力を挙げてフィリピン防衛作戦を行うことになりました。この情勢下で随格もさらなる改装を受けることになったのです。ここでは随格に最後に施された改装の様子を見てまいりましょう。先ほどから見ていただいている随格の塗装は対潜水艦用の迷彩です。この塗料は外舷21号色、22号色とも呼ばれ、この濃い緑色の外舷21号色が潜水艦の潜望鏡から見ると輸送船に見えることを期待してのものでした。またたとえ魚雷を発射されても船の大きさを擬態することで魚雷発射の際の距離感を損なわせることも期待されていました。飛行甲板の迷彩は商船へ偽装するためという説や、爆撃の照準をそらす目的があったともされています。この迷彩は概ね船体と同様に緑系統の配色に黄土色に近い色彩が使われていたと推測されます。さらに随格には噴針砲と呼ばれる新兵器も搭載されていました。噴針砲はいわゆるロケットランチャーというべきもので、この噴針砲を片舷にそれぞれ4機ずつ搭載していました。噴針砲は敵機を狙い撃つような精度はなく、また運用面での不満は多かったものの、敵機の威嚇阻止には有効と評価されています。随格に搭載された噴針砲の設置場所は艦首方向については確定されているものの、艦尾方向の噴針砲の設置位置には諸説存在しています。今回の再現 CG では発動機調整所を拡張したのではないかとする新説を採用させていただいております。艦尾の噴針砲はこの場所以外にもう一つ上段に設置された可能性も考えられます。また随格には単装機銃が飛行甲板にも大量に並べられていますが、これは移動式の機銃で艦載機が飛び立った後に飛行甲板に移動したと考えられます。すでに随格航空隊は練度が著しく低下しており、母艦から発艦はできても着艦することは難しいと判断されたため、
飛行甲板の状態を気にする必要がなかったことも影響しているかもしれません。航空隊は敵艦隊を攻撃した後は空母ではなく基地へと帰還することが想定されていました。フィリピンをめぐる一連の海戦である人沖海戦では、アメリカ軍が空母17隻を要するのに対して、我が方は4隻をかろうじて結集したにとどまり、内実も大型空母は随格ただ1隻という状態でした。もはや随格に託されたのは米機動部隊との直接対決ではなく、敵機動部隊をフィリピンより北方に引きつけ、ヤマトをはじめ戦艦部隊が霊艇突入することを支援するというものでした。これまで海戦の主役であった随格最後の役目はおとりだったのです。随格は作戦通り10月24日に航空隊を発艦させ、空母エセックスに資金弾による損傷を与えると、翌25日には米艦載機からの攻撃を受けることになります。この攻撃は目論見通りで、随格をはじめとする小沢艦隊は米機動部隊を北方へと引きつけることに成功したのです。第1波では魚雷を被弾し、第2波攻撃でも被害を受けたものの、随格はその役目を果たすことになり、おとり作戦も成功するかにも見えました。しかし果敢な戦闘も虚しく、随格の作戦成功を伝える通信が栗田艦隊に届くことはついになかったのです。そして随格に最後の時が訪れます。随格には7本の魚雷と8発の爆弾が命中、さらに資金弾多数をその身に受け、左舷への傾斜は20度に達し、動くことができなくなってしまいます。それでも随格は沈まず、13時25分には米攻撃隊は引き上げるに至りました。しかしもはや手のつけられない状態となり、13時27分にはついに総員退艦が命じられ、軍艦機降下が行われました。軍艦機が降ろされる中、多くの乗組員は随格万歳を叫び、そこには劇的な情景が広がっていました。この情景は当時の写真にも残され、随格の最後を令和へと伝えております。乗員は中身を捨てた弾薬箱にしがみつくよう指示を受け、毅然とした退艦が行われました。そして14時14分に随格はついに海中へと没します。生還できた乗員は866名で、戦死者は843名を数えたとされています。一航戦を受け継ぎ、昇格を失ってもなお戦い続けた幸運艦随格はこうしてその生涯を終えました。そして随格の沈没により、かつて世界最強と謳われた日本の機動部隊は終焉を迎えることになったのです。